昼間反応しろ、バカなもん。そりゃあまあ君が選ばれし者じゃないから、ね、単純に選ばれし者。最近ワンピースばっか買いなんかね読んですぐさま影響を受けるんですよ。本当にワンピース読んだ後すごい機嫌よくて奢ってくれたりとか、ね、なんかもう今ワンピースなんか前回録画した後なんかメール来て、どこどこライブハウスまでの道のりここだぞって詳細に一気に来て、お前がちゃんとたどり着くようにメール送ったの。バカ野郎、あんな一直線でバカ野郎。お前お前本当になんかもうたどり着かないと思ったから送ったんだろうが、お前俺の優しさ受け止めろお前。素直にありがとうって言えよ、素直にありがとうって言えよ。あ、お前いつも喧嘩してなってお前ありがとうぐらい言えよ。本当にすごい顔、すごい顔、あんたが待ってるね。もう死ぬ前に言われるんだろうな、本当に。何、竹内さんという方がいらっしゃるんですけど、今日その方が撮影するのが最後ということで、本当に川松ちゃん、竹内さんがいなかったらここまで来れてないと本当に思ってるので、ちょっと皆さん竹内さんに拍手をしてください。竹内、ありがとう。ありがとう。早くやめて。ちょっとやめて。それはマジで。ありがとうございます。すみません。川瀬ちゃんっていう存在をいろんな人に。喋ってんだろ今。竹内さんが。すみません。びっくりして。ようやく喋れると思ったら。まあ特になんか役に立てないと思うんですけど。言ってくださってありがとうございます。いろいろとね、竹内さん、I love you。 なんか国に帰るみたいな感じなんていう。これからも遊びに行く。結構くださった本当に。今回のこういった皆さんをこうやって知ってもらえるきっかけになったのは竹内さんがちょっとぐらいあるっていう。ちょっとくらい。いやまあでも本当、すみません、本当ありがとうございます。なんか注目。負け、今すぐ負け。こいつ本当失礼だよね。今まで散々世話になった人にさ、ウイスキー片手にさ。負けはないよ、ね。本当にこいつ。死んだ方がいいんじゃないの。いいんですよ。死んだ方がいいキャラで僕は行きますよ。死ね。お時間あるときには、ライブ来てくださると幸いです。来らなくてもさ、よろしくお願いします。はい。こちらもセクハラします。いいじゃないか。23歳の思い出を、思い出らそうじゃないか。別にガチの話じゃなくて。ガチの話じゃなくて、もっとなんか一番多かった。こうちょっと、は？何の、何があった？ガチで、なんだよ。お前、ガチで言うなよ、もう。何を握られてる。喧嘩をおっしゃったから。言っちゃいけないことと悪いことがあるよ。あるよ、本当に。はぁ、なんつった今は、本当に。風俗だろ。風俗は俺だったんだ、この野郎。俺が行けないんだよ。俺も行ったよ。行きましたけど。俺が連れてったんだろ、この野郎。そうですよ。けどあれですよ、こういったなんかやましいことできなかったし。その風俗もまあロックンロールですよ。ロックンロール行くぞ。はーい、はーい、いい天気だ、本当に。なんだよ、この野郎、なんだよ。おい、お前、教師だろ、お前。誰だかわかんないけど。あれ、指差したやつ、誰だ、あれ。お前が教師だ。お前が教師だ。その方はいい人です。新宿ブキビキビーとか言ってめっちゃ見かけるんですよとか言って、こいついきなり最後の2分で何でそんなこと言ってんだこいつと思って。何だろうお前は。本当に何なの。友達だろ。は友達じゃねえよお前ら。長いだろお前。長くねえよ。気持ち悪いよ。お前の知りたくないとこも知ってんだよ俺は。え、
今この場で行った人見てるのか。お前が学校でお前おなんかいろいろ出したりとかしたっていうのも本当に言ってもいいんだぞお前。え？いやもうなんでもないですよ。言いませんよ。こんなに次の曲行きますよ。なんか出したみたいになっちゃったじゃねえか。見たことあるんです。あのスティック代払うわ。スティック代ね。持ったの？スティック2本持ったの。2本持ったの。ちょっと意外と軽く折れたのがびっくりした。で払ってね、次で最後ぐらいかな。そうですね。あのちなみにあの分かると思うんですけど、僕らの帰れないのでアンコールとかないですから。だって履けらんないじゃん。あ、いやでもこういった下北のようなまあいいっちゃいいですね。そうですね。親近感がここまで親近感あるライブハウスってないんですよ今まで。狭いからね。そう。ノコはいねえぞー、ノコはいねえぞー。今まで かつていろいろとライブハウスを巡ってきて師匠を巡ってきていろいろあったんですけど、ほんまあったかいですか。やっぱ下北ではいいな。いいですね。なんかこいつやった曲やろうとしてるんだけど。スターにやった曲ってなんかメモ帳とかある。メモ帳がね、今日は何でもありなんですよ。自分で。まあ本当。ペンテルか。じゃあペンテルでいい。ペンテル行きますか。最後にペンテル行きますね。ジャポニア学習帳のことをやった曲です。そうなの。ジャポニア学習帳の歌だったらね。チューニング合ってねえよそれ。いやじゃあ気持ち悪いから出して、もしくは弾かないで。弾かないって言うのこれ。何だってんだろ。酔っ払ってるからだろ。 OK です。チューニングの確かめとして俺はだってそれやっちゃったらもうヤロバーのやるなんて言いたくなっちゃう。当たり前だろ。当たり前。客のこと分かってねえな。こっちとしては体力はなかなか続きました。昨日より昨日は大変だ本当に。お疲れさんだよお前。昨日なんかどうでもいい。明日には明日の風やるという。今日の風が吹いている。お前そんなあんまそんなそういう考え方しないだろ。考え方考え方って、うん、素敵なことって言え。